こんにちは、もといです。やってまいりましたね。ブルーロックとカラオケの招き猫がコラボしました。なんと、何部目だっけ。前もやってくださいましたよね。あー楽しみ。開催期間が1月25日から2月25日までです。まあすごい、コラボのよくあるご質問をまとめてるところがあるわ。ありがたいですわ。もしかしたらここは飛ばしてくれよと思ってる方いらっしゃるかもしれないです。しかし話したい。みんなを道連れにしたい。読んでくね。カラオケの利用はしないでコラボ商品の購入は可能ですか。コラボドリンクのテイクアウト販売およびグッズのみの販売は行っておりません。コラボ商品はカラオケご利用中のみご購入可能です。ご希望の方はスタッフまでお声掛けください。グッズが欲しかったり、コラボメニューを、飲んだりしたい時には、カラオケの利用が必要ということです。あ、そうそう、招き猫アプリが必要なの。確かね、私、招き猫ね、ちょこちょこ利用したことがあるんですけれども、アプリをね、ダウンロードしておくんですよ。必ずそれが必要かは覚えていないんですけれども、あった方が楽で、そのマネチューというアプリの方からコラボメニューを注文したりとか、他のねコラボメニュー以外のフードとかドリンクとかも注文するので、あった方が良い。コラボレーションドリンクが3つもある。マンゴーゼリーカルピス、クラッシュゼリーとコーラ。いいな、クラッシュゼリーとコーラ。しかもね、名前がゼロってかっこいい。あとストロベリーソースジンジャーエール。はい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 。なんかね、私コラボドリンクの時、炭酸はいっぱい飲みたいんだったらあんまり頼まない方がいいっていう情報を聞いたことがあるんですけど、関係ねえ。今回コースターが多いの。14種類。あー待って、あー思い出してきた。あの、違うところのお名前出して申し訳ないんですけれども、カラテスとコラボの時、私もう大変だった。まだ動画出してないけど、まだ動画出してないの。あれ夏なんだけど、いやー本当に大変だった。14種類で ござるか14種類でござるか。待って、いやでもね、どれも素敵すぎるの。どれも素敵なんだよね。でね、すごい当然のことが書いてある。絵柄はお選びいただくことはできません。あらかじめご了承ください。上等ですわ。私たちはね、いつだってこのランダムと直面してきて戦ってきましたからね。今更ね、ここでランダムと言われたところでひるむこともなく、文句も言うこともなくやりますよ。なんか怒ってるみたいだった。違うの。ちょっとね、息が続かなかった。パーって出しちゃった。ごめんね、威嚇してたよね。で、ご購入につきましては、カラオケルーム利用者に限ります。ああ、これはねもちろんですわ。一部商品は予告なく販売は終了する場合があります。ああ慣れてますね。ここまで来たら慣れてますよ。ありますわ、そういったこともね。何度でも行けばいいだけの話ですからね。え、本当にもうそちらも覚悟していただきたいですよね。怒ってるの。ちょっと態度が怖くない。なんて怒ってるの。怒ってないんだけどな。ご購入希望の方は受付時に希望の旨をお申し付けください。あ、危ない危ない。ご購入希望の時は受付時なんだね。危ない。なんか普通に入ってから注文しようと思ってた。ちょっと皆さん行く時は確認しましょう。そうだよね、特典の予約とか取り置きとかはできないよね。はいはいはい。コラボドリンクは一度のご注文につき5杯までとさせていただきます。あー、よかった。複数回ご注文いただくことは可能なんですね。そうだね、もうご注文はお飲みいただける杯数にてご協力お願いいたします。当然ですわ。私はコラボフードもコラボドリンクも推しの血肉だと思っていただいておりますわ。でもこれはちゃんと見ていかないとね。グッズ購入ご希望の方は必ず受付時に希望の旨を申し付けください。だから受付の時なのね。これをねミスしちゃうと大変だわ。せっかくいたのに買えないとかなってしまうもの。フォトカードセットがすごい。フォトカードセットがすごいぞ。フォトカードセットがすごい。待って、フォトカードセットがすごい。何度でも言っちゃうけど、フォトカードセットがやばくない。幼少期がおる。幼少期、私が大好きな幼少期がおる。ちょっと幼少期は、いやずるくないよ。ありがとうございます。で、クリアマルチケースはね、考えちゃう。だって可愛いんだもん。クリアファイルは欲しいよね。今回ランダムですね。ミニアクリルスタンドの可愛さが半端ない。どうしよう。で、ランダムで全7種。うん、どうしよう。だってみんないいじゃん。ダメな時はどうしないの。毎回諦められないじゃん。あ、でもね、等身大のアクリルスタンドは良かった。オープンだ。等身大のアクリルスタンドもランダムの時とかをくぐり抜けているから、もうオープンなだけでね、たまったもんじゃない。たまったもんじゃない。たまらないよって言いたかったの。ち
今日喧嘩腰じゃない、気をつけな。あー可愛い、みんな可愛い。リンくんの添え物やばくない？私初めてなんだけど雪だるまを添え物って言ったの。これいい、これいいな。食、雪合戦、雪合戦、スノボ、スノボ、雪だるま、食。おのおの自由ですごい。おのおの自由ですごくいい。リンくん欲しい。だって今後さ、雪だるまと一緒に写ってくれるタイミングいつよ。結構難しいじゃん。ってなると、この時にお迎えするしかないもんね。で、雪合戦組も欲しい。ちぎりくんとバチラくんでこうしたいじゃん。永遠に雪合戦できるよ。で、食イサギも欲しい。だからといって、ナギくんやレオピやサイピ。ごめん、ちょっと続けて言っちゃったから初めてサイピって言っちゃった。そう、サイくんがいらないというわけではないの。大富豪だったら全部買えるんだよね。もっと頑張れってことか。今回、このチビキャラバージョンがめちゃくちゃ可愛くて欲しいんですけれども。で、私はね、まあ、今回はそこまでね、コースターはね、頑張りませんよ。大変なことになるからね。私も我慢を覚えないとなと思って、まあ、クリアファイルがいてくれれば、ちびっ子たちがね、あと等身大のみんなも見れるから、そこまでね、暴れないとは思うんだけれども、はぁ、たまらない。最高じゃない、コースター。コースターは柄としての完成度がね、ちゃんとしてるの。ってなるとコースターも欲しいじゃん。さっきまでの石はどこに置いてきたんだろう。まあ、そんなわけでね、招き猫コラボが始まるわけですよ。歌唱キャンペーンって何？コラボルームってあるんだ。一人で行けるのかな？ちょっとコラボルームは考えます。コラボルームもね、店舗限定でございますので。あとは歌唱キャンペーン。歌唱キャンペーンか。あ、はい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 。こちらも決まっているんですね、選曲が。はい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 。なるほど。デジタル特典もいいけど、ダブルチャンスキャンペーンもすごくいい。こんなにさ、楽しませてくださるの？じゃあちょっと応援に行くしかないよね。開催店舗多いですね。あ、じゃあ皆様はお近くの店舗がもしかしたらあるかもしれないということですね。招き猫コラボだときっとね、お近くの店舗があるかもしれないというね、この可能性がぐんと上がるわけですよ。コラボルームはね、それは仕方がないんですけど。そうするとね、皆さんの行ける可能性がぐんと高まる。こんなにたくさんの店舗で開催されるので、ね、お近くの店舗で楽しむことができるじゃないですか。いいですね。いいな、招き猫コラボ最高ではないですか。素敵なコラボが、招き猫また始まるので、ね、応援していきます。で、期間も1月25日から2月25日まであるので、私も予定があった時には招き猫に行ってみようと思います。私はいつもぼっちで参戦しているんですけれども、皆さんがね、いろいろコメントくださったり、動画見てくださってると、一緒にね、推し活をしているような感覚になってもすっごく楽しいので、なのでもう全然、ちょっと私の動画の方向性としてはもしかしたらちょっともたえ怖いって思うかもしれないんですけど、全然コメントで急に、噛みついたりとかしないので、全然気軽にコメントを送ってください。一緒にね、楽しく無理なく推し活をしていきましょう。